イングランド及び、ウェールズのための女王陛下の法務長官は、イギリスの法務官の一つであり、一般的には単に法務長官として知られる。法務長官は、イングランド及びウェールズにおいて、国王と政府への法的助言者として使える。法務長官府を有するもの、の、内閣レベルの司法大臣の会にある。法務長官の直下に、法務次官が扱える。法務長官の地位は、 遅くとも法廷で王を代理する職業法律家を雇用していた記録がある1243年には存在していた。1461年には法的問題に関する助言のために法務長官が初めて貴族院に召喚され、その地位が政治的役割を有するようになった。1673年法務長官は公式に 法的問題に関する国王の助言者かつ代理人となった。もっとも当時はその役割は助言よりも訴訟に特化していた。20世紀初頭になり、その役割は訴訟から法的助言へと変化していった。今日では検察庁が卒業、政府内法律サービスが政府の各部門への法的助言をいずれも法務長官の指揮官と区下で行っている。 法務長官の職務は多忙なものであり、パトリック・ヘイスティングスは在任中、法務官であるというのは地獄にいるということだと記している。職務には、検察庁や重大不正捜査局、訴追権限を有する他の政府内法律家の監督が含まれる。さらに、法務長官は、政府法務局、検察サービス監察総監、軍事訴追局の監督も担う。法務長官は、 政府や政府内各部局に対し法的問題に関する助言を行い、議会での答弁、不当に軽い判決や法律上の問題の構想委員への上訴も行う。1997年法務官法の成立以降、職務の法務時間への委任が可能となった。当該役職の期限は不明だが、最も古い国王の代理人の記録は、ローレンス・デルブロックなる職業弁護士が、 王が関心を持っている者の,の法廷に立てない、事件において王に代わって卒業を行うために雇われていたという1243年である。初期には法務長官は訴訟において国王を代理することが主たる任務であり、政治的な役割や義務は有していなかった。法務長官は高貴な地位であったが、信じがたいほどに身を粉にして働くことが求められていた。現に フランシス・ノースは法務長官として年間7000ポンドを支給されていたが、その役職を退き、給与は大きく減るものの業務負担の軽い民事、訴訟裁判所主席判事になるということを喜んだほどである。法務長官の役職は1461年に初めて政治的要素が加わり、法的問題に関して政府に助言を与えるため、貴族院に 例状で召喚されるようになった。また、この時初めて、この役職が、法務長官と呼ばれるようになった。法務長官の任命時、貴族院に、例状で召喚するという慣習は、今日まで破られることなく継続している。もっとも、1999年に、モスティン・のウィリアムズ閣下が任命されるまで、1700年以降、法務長官は、貴族院に議席を有しておらず、 1742年以降は、令状にも従っていなかった。16世紀には、法務長官は、貴族院と庶民院との間でメッセージを伝えていたものの、庶民院からは、貴族院や王の手先として見られ、疑いの目を向けられていた。1673年、法務長官は、庶民院に議席を有するようになり、以来、絶対条件ではないものの、法務長官は、 庶民院または貴族院の議員とすることが慣例となった。1672年から1673年の信仰自由宣言を中心とする憲法上の闘争の間、法務長官は公式に法的問題に関する国王の代理人となった。1890年、法務長官は国王を私的に代理する能力を公式に剥奪され、 政府の専門の代理人とされた。20世紀初頭以来、法務長官の役割は法廷で国王や政府を直接代理することではなくなった。法務長官はより政治的、行政的な地位となり、政府全体と個々の政府部門の両方に対して法的助言を与えるようになった。もっとも1957年殺人法の成立までは法務長官は 毒を持ったすべての事件の卒業する義務を有していた。しかしながら、近年、政府がテロリスト被疑者をベルマーシュで拘禁したことの適法性が問題とされた、英体内務大臣事件のように、法務長官が例外的に法廷で訴訟を直接担当することがあった。法務長官は、法務長官府を率いる、格外大臣である。法務長官は、 国内大臣であってはならないという決まりは法律ではなく政治的慣習であり、現に1915年のバーケンヘッド卿から1928年のダグラスホックまで法務長官が短期間隔内にいたこともある。法務長官が閣議に出席することを禁じているものはなく、折に触れて法務長官は閣議に出席し、政府に対し行為の最適な方向性に関して、 法的助言を行っている。特に EU 離脱交渉の間を通じて、ジェフリー・コックスは複数回閣議に出席して助言を行った。もっとも法務長官と法的助言を与えた先の政治的な決定との間に明確な線引きをするため、法務長官は閣議から除外することが望ましいと考えられている。法務長官は政府の大臣として議会に対して 直接答弁を行うことができる。法務長官は国王とその政府の主たる法的助言者でもあり、会議における口頭のものと書面によるものとを問わず、政府の行為への法的な対抗に関して政府に助言を与えることにつき、一時的な役割を有している。政府全体だけでなく、政府の各部門にも助言を与える。現在では訴訟は主たる役割ではなくなったが、今でも、 法務長官は少数の特に重要な事件においては法務長官が国王や政府を代理しまた大半の政府の法的事件を扱う法律家を専任する。監修により国際司法裁判所においては全ての事件で法務長官が政府を代理する。法務長官は検察庁の監督とその長である検事総長の任命を行う。訴追に関する判断は 例外的な事件を除き、検察庁が行う。法務長官の同意があった事件の例として、1924年の初の労働党政権の崩壊につながったキャンベル事件がある。法務長官は、政府法務局及び重大不正捜査局の監督も行う。また、法務長官は、不当に軽い判決や、法律上の論点を控訴院に上訴したり、 刑事訴追を中止するための国訴取り下げの令状を発給したり、他の訴追機関を監督したり、公務の結果として法的手段を取られた大臣個人への助言を行ったりする権限を有する。法務長官は嫌がらせ訴訟を制限するための裁判所への申請を行う責任を有し、また民間公益団体の利害を代表するために訴訟に介入することもできる。 法務長官は、公的にはイングランド及び、ウェールズの法送会の指導者でもある。もっとも、これは単なる慣例であり、それに伴う、権利義務はない。保守党労働党自由党自由、統一党国家労働機構アルスター、統一党保守党労働党、ありがとうございます。